狩猟中のハインリヒ22世、1899年、ハインリヒ22世の5人の娘たちハインリヒ22世、ロイス・ツーグライツは、2系、ロイス公国の統治者。ロイス・グライツ公、ハインリヒ20世とその妻で、ヘッセン・ホンブルク侯伯、グスタフの娘であるカロリーネの間の第3子、次男として生まれた。長兄ハインリヒ21世は誕生直後に死去しており、生まれた時から公国の正子であった。1859年に父が亡くなると、わずか13歳で皇位を継いだが、21歳の誕生日を迎えるまで、後見人である母カロリーネが摂政として国政を取り仕切った。カロリーネは、夫も父もオーストリア帝国軍の将軍だったため、非常に強い反プロイセン意識の持ち主だった。このため、1866年に広塩戦争が始まると、プロイセン政府は、2系、ロイス公国を占領した。カロリーネは10万ターラーの賠償金を支払い、ようやく、プロイセン軍の撤退を実現させた。1867年3月22日に、申請を開始したが、この機会に、公国の憲法を制定している。彼は極めて保守的な為政者で、領民に対して専制君主として振る舞い、公国を正統ルター派信仰の砦にしようと努めた。ハインリヒ22世は、治世中、常に良心の姿を模範に行動し、ことあるごとにプロイセン政府に対して反抗を続けた。1877年、ドイツ国最高裁判所の置かれる都市を決める投票に、際し、プロイセンの首都ベルリンでなく、ライプツィヒに投票したのは、そうした反抗的態度の一例である。ハインリヒ22世は、民事婚制度やドイツ民法の導入ばかりでなく、オットー・フォン・ビスマルクが主導したからという理由で、文化闘争や社会主義者鎮圧法にまで反対したため、人々は彼に、ダダッコのハインリヒというあだ名をつけた。彼はとりわけ軍事、外交面での連邦政府の政策に強い拒否反応を示した。このせいで、2系、ロイス公国は、1900年に中国で起きた義和団の乱に際しての共同出兵に反対して、また翌1901年には、連邦政府の予算における植民地政策にかかる支出の大きさに抗議して、連邦参議院に政府代表を送らなかった。ハインリヒ22世は1902年に世を去った。一人息子で、後継者のハインリヒ24世は幼い頃の事故で、心身に重い障害を負っており、統治不能のため、同族の弟系、ロイス公ハインリヒ14世が摂政となった。1872年10月8日、シャウムブルク・リッペ公、アドルフ1世の娘イーダと結婚し、一男5女の6人の子女を設けた。ありがとうございます。